元友に振り回された話。数年前の出来事で解決済み。自分、当時社会人2年目、男。元友、高校時代の部活仲間。A 子、会社の同期、部署は違う。B 子、会社の同期、同じ部署。当時、本社勤務の同期10人ほどは、仲が、よく、月に、一度飲み会を開いていた。その飲み会の居酒屋で、元友と偶然再会し、軽く会話をした。元友は、高校で部活が同じだったけど、それほど親しくはなかった。部活内では普通に話すけど、プライベートで個人的に遊んだことはないという程度。とはいえ、仲が悪かったわけでもないので、それなりに近い職場だと判明したのもあり、連絡先を交換してその場では別れた。次の日、元友から連絡が来た。再会した時に、同期たちも周りにいたんだけど、その場にちょっと気になる可愛い子がいたとのこと。特徴を尋ねると、それは A 子を指しているとわかった。A 子は、色白でおっとりした雰囲気の可愛い系。紹介してほしいと頼まれて、安請け合いしたわけじゃないけど。とりあえず、A 子と親しい B 子に相談してみた。B 子は、同期の女性では、最も友達っぽく付き合ってたから相談しやすかった。話は、B 子から A 子に伝わり、約半月後に4人で飲みに行くことになった。飲み会はそれなりに盛り上がった。元友は、A 子によく話しかけてて、会話が弾んでいるように見えた。二次会のカラオケまで行って、その日は解散。翌日、元友に守備を尋ねてみたところ、やっぱ A 子ちゃん可愛かったわ、紹介サンキューみたいな反応。元友と A 子は、連絡先を交換したっぽかったので、以降は本人同士に任せようと判断した。それから、さらに半月ほど後、B 子から話があると呼び出された。聞くと、A 子に嫌がらせのようなメールが届く、という話。携帯電話にフリーメールアドレスから届くのだそうで、A 子と B 子は、それが元友からの嫌がらせなのではないかと疑っていた。メールの内容は、女のくせに、引率なんて、生意気。 A 子は引率で、同期だが2歳年上。女のくせに、理系の研究職なんて、生意気。 A 子は商品開発系の部署。酒が強い女は、総じてダメ。 A 子はザル。いくら飲んでもケロッとしてある。メールは、4人で飲んだその夜遅くから届き始めていた。受信拒否しても、新しいアドレスからどんどん届く。元友は高校時代モテる男で、再会した時も女才ない印象は変わってなかった。女性に、こんなメールを送りつけるタイプとは思えなかったが、4人で飲んだ直後から、というのが気になった。元友に聞きたいことがあるんだけど、とメールしてみたが、スルーされた。電話をかけてみたが、どうやら着拒されているようだった。思案して、最新似たメールのアドレスに、A 子の彼氏という設定で、迷惑だからやめろ、と返信してみたら、彼氏がいたのか、騙された、と、チャットみたいな速さで返信が来た。そこで、なんでこんな真似するんだ、お前はそんなやつじゃなかっただろ、と送ると、直後に、俺の携帯電話に、元友から電話がかかってきた。元友、お前、もしかして、A 子ちゃんと付き合ってる？俺、違うけど。なんでそうなる？元友、そんなやつじゃないってなんだよ。俺、何がだよ。元友、なんでだよ。俺、だから何がだよ。こんな噛み合わない会話を30分近く続けた。元友は有名大学に進学していたが、2年で中退していた。その後、しばらくフリーターをしていて、俺と再会する少し前に、いわゆるブラック企業に就職していた。有名大卒で、急成長中の会社で、即戦力でバリバリやってるって話は嘘だった。詳しくは割愛するが、大学時代に何かメンタルをやられたらしい。
俺の会社は元友が目指していた業界で、特に A 子は元友が志していた研究職。 A 子に一目惚れしたのは本当で、嫌いなわけではないが憎いと言っていた。迷ったが、高校時代の部活の顧問、人格者、面倒見がいいに相談。紆余曲折あって、元友はブラックを辞めて地元に戻っていった。俺はおかしな男を A 子に紹介したせいで、しばらく同期から距離を置かれた。当然だとは思うが、きつかったな。だが A 子本人が俺が悪いわけじゃないと取りなしてくれたおかげで、今はまあ普通の人間関係。今は支社に転勤になったので、当時のゴタゴタを知ってる人は周りにはいない。 B 子は今も本社勤務で、あれ以来ちょっと距離を置かれたまま。 A 子は去年結婚して幸せそうです。何か挫折してメンタルを病んだとはいえ、元友がなんであんなに A 子を攻撃したのか未だによくわからん。元友が今何をしているかは知らない。うまくまとめられなくて申し訳ない。